こんにちは、ケイです。どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。今日も元気にやっていきたいと思います。はい、これです。今日は大人のなぞなぞ。はい、何ですかこれ。リクエストありがとうございます。みんなありがとうね。大人のなぞなぞみたいな、まんまじゃね。いや、わかる、それはわかる。ちょっとやってみて。なぞなぞクエスチョンは難易度2。はい、はい、何。待って、俺大好き、なぞなぞ。今更ですけど、なぞなぞ大好きなんですよ。黒い犬、白い犬、赤い犬、茶色い犬、黄色い犬のうち、一番おとなしい犬はどれでしょう。はい、おとなしい、泣かないんじゃない、静か、泣かない、一番おとなしい、音、おとなしい。むずくない。音がないんじゃない。超むずいじゃん。いやいや、一問目から超むずいじゃん。さすが大人なぞなぞ。大人向けだね、これ。いきなりむずい。あ、でもめっちゃ楽しい。黒い、黒い、白い、白い、茶色い、黄色い。一問目からこんなむずいことある？え、むずくない？一番大人…でも泣かないとかだと思うんだよね。うん、静か、泣かない、泣かない、なかない。めっちゃむずいやん。何これ、全然わかんない。ちょっとヒント、ヒントいく。ポイント処理して。何、ここポイント。あ、左上にポイントがあるんだ。いいですか。うん、はい。おとなしいを別の言い方にして考えてみましょう。だから、それ言った、もうそれわかってるよ。その先。おとなしい、静か、泣かない、静か、黙る、黙る。全然わかんない、答えは。ちょっと正解でいいのかな。じゃあ正解見るよ。はい、はい、黒い犬、はぁー、黙る。いや、大人。いや、大人なぞなぞ。これめっちゃむずいね。なるほど、黙る、なるほど。はぁ、これもう黙るっていう漢字を日頃から書いてなきゃわかんないね。うん、もう携帯で、携帯だし、黙るっていう言葉もなかなか使わないから。これすごい。これ待って、超頭良くなるじゃん。朝食の時間です。今日は取れたてのお米に、取れたての栗をたっぷり入れて炊きました。これは何ご飯。いや、栗ご飯やろそれよ。ちょっと待って、今答えるってボタンあったね。あったね。どうやって立つんだろうこれ。戻るわ、戻る。はい、はい。あ、なるほど。早いね。え、ってこと。急に押さなきゃいけないの。いや、だって他にあるでしょ、こうやると。ないんかい。本当にないんだ。ないやこれ。ないやこれ。じゃあ、いや、じゃあ、俺らは問題を解いて、答えが出たと思ったら一回戻って、答えを押そうよ。めんどくさい。機械上の仕様なの。そうだよ、しょうがないね。しょうがないね。じゃあ考えよう。あ、栗ご飯。え、いや、栗、普通に考えたね。じゃあ栗ご飯。あ、わかった。はい。朝ご飯。朝食の時間です。じゃ入力するね。なぞなぞだから、その引っ掛けじゃない？オッケーオッケー。これは何ご飯？ちょっと待ってね。朝ごはん。はい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 。朝ごはんね。入力しまーす。逆に栗ご飯は多分引っ掛けたで、なぞなぞだから。オッケー。はい、じゃあこれ入れてみるよ。はい。確定押すよ。はい。はい。おー！来た来た来た。すごい、ポイントつかないで答えられたな。あ、なんでできるんかい。正解すれば別にできるんだ。なんで、よかったよかった。よかったよかった。じゃあ、まあ、正解だ。来ました。おー、しかもゲットすぎるポイントが。なるほど、ね、なるほど、分かった分かった分かった、ちょっとね、分かった。謎謎の方はね、一回そのスイッチ入れないとダメなんだよ、こういうのは。はい、3問目いくよ。おい、今謎謎のちょっとオンにしてるから。はいはい。2羽のツバメ、2匹のツバメが喧嘩をしています。喧嘩をした後に残されているものは何でしょう。傷跡。入れてみる。いや、絶対違う。え、ツバメってのがあれなのかな。喧嘩、喧嘩って何。喧嘩をしています、うん、喧嘩をした後に残されているものは何でしょう。心の傷。大人っぽくない。大人っぽくないけど、ちょっと大人っぽいけど、大人っぽくない。大人っぽいけど、絶対違うわ。入れてみよう。心の傷。オッケー。はい、入れてみるよ、心の傷。もうな、もう謎謎でも何でもねえよ。いくよ。はい、はい、あー。違います。え、2匹のツバメが
2匹のツバメが喧嘩をしています、うん、喧嘩をした後に、うん、残されているものは何でしょう。ヒントいっちゃう。ヒントいこう。ヒントいこう。これはちょっと難しいよ。いきます、はい、はい。喧嘩のことをバトルとも言います。バトル、バトルの後は、バトル、あ、爪、爪、爪、ほら、バを取る。あ、バを取る、なるほど、なるほど。これちょっと正解でしょ。素晴らしい、素晴らしい。入れるよ。 100% それです。あ、なんか知らない人です。あ、タイプどっち。いいんだよ、それ。爪ね、うん、はい、これもうそれです、絶対そうです。はい、イエーイ、素晴らしい、素晴らしい。やったー。ヒントが無理だったな。いや、そうだね。喧嘩をバトルにはなんないでしょ。バトルじゃねえしな。バトルってなんか決闘とかそういうの、喧嘩じゃないもん。喧嘩っつうのは思いつきで始めるようなもんだろ。でしょ。まあ、ちょっと違うね。ちょっと大人じゃないな。俺らの方が大人じゃないな。もうその姿勢が大人じゃねえ。その人の上げ足とかも大人じゃない。はい、空欄には共通のアルファベットが入ります。はい、もう俺一瞬で分かりました。え、一瞬で分かった。嘘、うん、本当に。うん、ただ、うん、僕は頭悪すぎて、うん、出てこないです今。え、あの、ちょっと待って、ってこと、これ、うん、1月、2月、3月、5月、12月までの多分頭文字です。よくあるんですよ、これ、謎謎。なるほど。あれ、1月ってなんだっけ。ジューン。ジューンなわけ。ジューンじゃないの。ジューンは、すげえバカみたいな。今6月ですよ。で、ジューン、ジュライとか、JJ。で、あれ、ジャパニーズじゃなくて、待って、1月が出てこないってすげえバカじゃん。1月、フェイブラル。あれ、1月は何？ちょ、いや、バカだからちょっと恥ずかしいから、ここちょっとカットして。いや、カットはしないけど。1月なんだろう。待って、でも J です、J、J、J。J は、J か、でも。絶対 J です。5月、6月ある。待って、俺そんなにバカになってる？いや、俺すげえ恥ずかしい、今。待って、でも俺もともとわかんねえわ。いや、なんでそんなに。あっけらかんとできんだよ。だって日本人だよ。いや、すげえ恥ずかしい。いや日本人でも常識だからね、これは。あ、そうなの。普通に電車ってどうやって乗るのレベルで今恥ずかしい。あ、本当。すげえ恥ずかしい。全然平気。ちょっと考えようじゃん。いや、考えてる。いや、 J は J なんで、もうジューン、ジュライだから。オーガスト、見るよ、うん、セプテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバーだから。はい、 J、 はい、いくよ。はい、はい、おー、早いね、でも、ね、恥ずかしい。ジャニュアリーだろ、バカ。バカ。なんでフェブラリー分かったのに分かんない。なんで分かんないの。じゃあ、多分もうね、バカとかじゃないんで、多分抜けてんじゃない、記憶が。使わないもんね、普段ね。そう、なんか太ること多いもんね、君、特に。そう、俺ね、最近そう3分前の記憶もないの。だから多分、勉強ができる、できないじゃなくて、脳みその問題じゃないの。いや、怖い、怖い、怖い。ちょっと待って、俺すげえ怖くなったよ。頭が白くなるっていうか、なんかね、何飛んじゃうっていうさ。俺すぐボケるじゃん。じゃあキャラクターの名前忘れるとかさ、すぐある、すぐある。さっきもそうだよ。さっきもワンピースのバッファローの名前出てこなかった。そうだから多分頭悪いとかじゃねえんだよ、もうそういう何別問題。ちょっと待って。いや俺なんでこのゲームやってて、俺老化に不安して。若年性アルツハイマーってやつでしょ。知らなきゃいいんだよ、俺みたいに。あの、分かんない、知らない。知らないじゃなくて、俺知ってて抜けてるっていう。そうそう、やばいよ。うわ、怖っ。え、なんで俺この子供の子供に、あの、なんか診断されるみたいな。いや、待って、俺最近リアルにそういうの多いのよ。買い物行っても買い物忘れるし、うん、あの、なんか冷蔵庫に入れなきゃいけないものを怖いね。取ろうとしたものを忘れて帰ってくる。そういうことだよ。じゃあ、うわー、ちょっと俺これどうすればいいの。じゃあちょっと今日は5問やって終わりにしよう、うん、これどうすればいいの。それはもう多分普段のね、活動じゃないですか。本当にショック受けてる。いや、だってジャニュアリー出てこないことある。うわ、超恥ずかしいよ。出て出てこないって、ちょっとまあちょっとやばいよ。やばい。まあ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 考えましょう、ちょっと、はい、それはあと対策をしましょう。はい、今はこれを解かないと終われないからね。はい、うん、豚が離婚するときに食べるお菓子は何でしょう。多分トンがつくと思うんだよね。トンが離れてる、それからブとタが離れるみたいな。ブタ、ブタ。いや、なんでブタ食うんだよ。わけわかんない。なんだろうね。え、ブとタが離れるか、トと運が離れるかとかだと思うんだよ。ブで始まってタで終わる。食べ物ってある？ブタ以外で。お菓子ないよね。ビッグの上から。ビッ。
ピンクはちょっと分かりづらいと思うから多分トンとかだと思うね。トーン、トンガリコン、トンガリコン。あー、なるほど。我ながら今びっくりしたわ。今ちょっと戻るよ、いじれるよ。我ながらびっくりしたわ、すごい。とんがりコーンだ、うわー気持ちいい。はい、とんがりコーン完璧でしょ。今いじれるよ、自分でも引いたわ今。はいはい、おー完璧、すげー、これはすげー、これは今気持ちよかったね。すごいすごいすごい。はい、あ、ちょっと待って、これ続きやりたいね。続きはじゃあまた、うん、ウェブで。ずっとウェブだよ。ずっとウェブだよ。俺らずっとウェブだよ。YouTube のウェブだよ。あれさ。いやちょっと待って、これ最後気持ちいいかったな。気持ちいいってなったと同時に、私は脳の劣化に対して、すげえちょっと、いやショック半端ないよ。確かに君忘れ物。そう、本当に忘れるのよ。なじゃあ今日これやんでしょって言われてんだけど、俺そんなこと言ってたみたいな。そうそう、それも多いし。さっき2時間前に言ったのに、うん、始めてないとかね、あ、やばい忘れてた、何やるんだっけとかね。そうちょっとやばいよマジのショックじゃねえかよ。ショックせっかく正解したのが大人ですもんね。もう何も言わない。ということで、じゃあ終わりするよ。はい、ということで、今日は大人になぞなぞやってきました。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またこういう、なんていうのかな、頭系ね。そうだね、頭系いただければ、はい、ちょっとこいつのね、対策としてちょっと廊下、廊下もリクエストいただければと思います。はい、今日は終わりです。はい、バイバイ、またね。スタート。あー、もう始まってんのかい。はいはいはい、でもそんなに待って、これそんなに反応しないぞ。早いぞ早いぞ、1本2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 本